はい、あの衆議院解散しまして、あの14日本会で決まりました。はい、考えていこう。もちろんお願いします。うん、まあ今度の解散は全く大義のない、理由のない、安倍総理自身の孤立孤略ということでしょうか。自身の目標で、総選挙に、なったと、いうことだと思いまして、その意味では安倍さんのやり方は非常に、おかしいと思ってますけれども、それはそれとして、選挙になりましたので、我々の従来から一貫して主張してきた国民の生活が大事、政治とは生活だ、この基本の理念、考え方に基づいて、誠実に一生懸命、訴えたいと思います。あの野党では共闘の動きがある中で、あの生活の党一部の先生が民主党に行くというような動きもあるようですけど、この点について民主党の幹部の方とかの話はいたしますか。はいはい、私は前から言ってました通り、野党が統一戦線を組んで、共同して、戦えば必ず勝つと。特にですね、この安倍さんのこのところの解散権の行使を含め振る舞いを見るとですね、僕は国民は決して安倍さんのやり方をいいと思っていないと思いますよ。ですから景気も悪いし、国民の生活はますます苦しくなる、そういう中でね、本当に、残念ながら統一戦線はできませんでした。まあ、そうなるとね、我々は今小さい政党ですので、やはりそれぞれが政治、生活を続けていくためにはどういう方法を取ったらいいのかということでね、私もこれはみんなにそれぞれ、今度の場合は自分の思う一番いい方向に、進んでよろしい、君らの選択に任せる、こういうことを全員の前で言いました。まあ、その結果はたまたま鈴木勝正君と小宮山君が民主の方に、行くということに、なりまして、もうそれそれで僕は言ったことで進めたことですから結構なことだと思いますが、まあ、後の人は、まあ、とにかく一緒に全力で頑張るということです。それでこの公認候補につきましては、民主党の岡田さんと話し合いをして、合意をした、結果です。お互い現職のところには候補者を立てて、結果として妨害するようなことはやめよう。それから前議員も解散になっちゃうと元議員になるけれども、その人たちのところもできるだけお互いに尊重して、候補者を立てないようにしていこうと。ただもちろんどうしてもここだけはというところは仕方ないというようなことで、完全にすり合わせて、今日この方法を発表しました。ついさっきのことだけれども、新潟国の田中先生のところでは森友子君が出馬することで、
民主党県連もまた連合も支援していただくということになっているようです。これも岡田さんと話をして、了解の上で、森君を擁立するということです。大臣、 NHK 宮川ですが、今回の選挙戦で生活の党としてこう最も訴えていくテーマとかですね、争点といいますか、どういったことをこう有権者に訴えていくのでしょうか。いや、一番はだから国民の生活が第一というこの標語に示される通りのことで、アベノミクスという何の中身もない言葉に、踊らされて、結局は今になって、国民の負担が増える一方で、物価は上がると、何にもいいことないということが分かったと思います。景気も速報値も予想以上に非常に鬼畜の悪かったし、多分10、12の方も悪いんじゃないかと思いますけれども、景気を良くする経済云々ということを安倍さんは最初から言ってましたけれども、景気を良くするにはいつも言ってる通り、国民総生産の6割以上を占める個人消費が拡大しなければ景気は良くならないわけです。ところが安倍政権の下で、個人消費が伸びない、減っているということは、それは個人の収入、所得が減っていて、そして税や社会保障経費やその他、あるいは物価高ということで、負担が多くなっている。ですから個人消費が伸びるはずがない、結果として、景気が良くならない。そしてそういう中で、都市でもあるいは都市と農村でも所得の格差、地域の格差、そして雇用の格差、いろんな格差が大きくなっておりまして、このことをきちんと指摘しなくても国民自身が分かっていると思いますので、それは国民の生活が第一という我々の標語、モットーに凝縮されているのではないかな、そう思っております。東京新聞のことですけれども、具体的にどのような方策で格差是正や暮らしを良くするということを掲げていくんでしょうか。我々はもうずっと以前から言っておりましたが、霞が関の官僚中心のこの行政の機構、統治の機構を変えなければ地域間の格差はなくならない、それから無駄を省くことはできないということを言いまして、前の選挙では国民の支持を得て、政権までいただいたわけであります。そういう基本の大改革を実行すると同時に、雇用で言えば非正規の拡大、非正規社員をもっともっと増やすという安倍政権の方針ですが、これはきちんと規制を加える、クォーター制ということも考えられますけれども、そういう意味での雇用のセーフティーネット、それから医療 TPP で国民皆保険というのが崩れていくのではないかと言われています。これは国民の健康のためのセーフティーネット、それから我々が2009年の政権交代の時に叫びました、農業漁業等の所得の個別所得保障制度、これも自民党政権でダメになりました。そういう類の自由競争、市場経済ということはもちろんそれを前提としながら、それを野放しにすると弱肉強食の世界になっちゃいますから、それを防ぐ、
多くの人が安心して安定した生活を送れるためにセーフティーネットをきちんと作り上げておかなくちゃいけない、まあ、これがあの民主主義、資本主義が今日まで生き延びてきた最大の理由なんですから、まあ、歴史に逆行する民主主義を否定する僕は安倍政権のやり方だと思います。あといいかな、はい、すいません、ちょっと待って。今回の衆院選での、あの擁立候補の擁立目標と、あとは獲得議席の目標を教えてください。ほぼ2強で15かな、うん、あと5つ6つありますので、20人は擁立したいと思います。もちろん全員体制を期して、やりたいと思います。特にまあね、小選挙区でね、これをお互いを有利にしなきゃいけないんでね、なんとしても勝たないといけない、これに全力を尽くしたいと思います。スポーツの中山と申しますが、はい、あの新潟5区なんですけども、はい、確認なんですけど、あそこも民主党とはもう民主党の候補は立てないということで、もう民主党側と合意されているのかということと、田中真彦さんと何か、お話を伺いたいことはございますか。この新潟5区については、うん、岡田さんと今日話をしまして完全に、合意し、民主党も支援の体制を取れるようにするというお話でした。地元では民主党県連の推薦、あるいは連合の推薦等をいただけるような状態になりたい可能性があるということのようです。そこは僕は携わってませんから、地元のことは分かりません。あと田中先生のことは、これも地元のことですので、森君自身がやることだろうと思います。すみません、今の岩手ですけれども、はい、岩手は4選挙区全てで野党共闘の形になりますけれども、完全にね、完全に、うん、で、その野党共闘の度合いとして、例えば、民衆の候補を推薦するとか、何かそういうものってどうですか。それはね、この中央レベルで運営っていうのもね、地方レベルでもうそのつもりでやってるんじゃないかな。うん、県に行って聞いてくれ。よろしいですか。いいかな。テレビですけれども、はい、岡田さんとの話、岡田代表代、民主党の岡田代表代行との話し合いに関しては、はい、その選挙区調整と、あと小宮山さん、鈴木さんの話以外に、あの党同士で何かこう今後も協力していこうみたいなお話はされたんでしょうか。うん、それはもうそのことがメインではないけれども、あのこの選挙の最中になろうとするとこだからね、もうお互いに力を合わせて安倍政権を、自民党政権、自公政権を変えようと頑張ろうという話で結びます。あの東京新聞のことですけど、鈴木さんと小宮山さんという、まあ、党の柱のような存在が2人抜けたんですけれども、そのことについて、今後党の運営ちょっと、それとは何も関係ありません、うん、まあ、僕は全員に言ったんだから、全員いいよと、好きなとこへしなさい、自分の生きる道、それは自分で選択しろと言って、これは結果的には鈴木君と富山君だけど、あとの人たちはさっき言ったように、死ぬもの生きるも一緒で頑張ろうということです。結果としてね、よろしいですか。
いいかな。はい、ありがとう。